家康は秀吉との直接対決を制した。敗れた秀吉は講和を提案、巧みに家康を傘下に置く。脅威を除いた秀吉は天下統一事業を加速させる。四国九州を制し、朝廷からは豊臣姓を賜った。やがて豊臣秀吉に反抗する勢力は関東の北条、奥州の伊達のみとなった。天正18年、秀吉は北条討伐を決意。降伏した伊達も加えた大軍で北条の小田原城を包囲する。秀吉は北条が降伏しないと見るや総攻撃を指示。物量に勝る豊臣軍は瞬く間に二の丸まで攻め込んだ。徳川軍の直政もまたこの包囲戦に参加する。彼の名はこの戦で天下に轟かんとしていた。新生の将、小田原征伐。最善を尽くす、それだけだ。己の道を行くだけだ。調子に乗って突出するなよ、ガキ。おじ上、いつまでも子供扱いはやめてくれ。俺は島津のため戦うだけだ。調子に乗って突出するなよ、新入り。はあ？ダメです、ダメすぎます。俺がそんなことをすると思っている時点でダメです。あと、いい加減新入り扱いはやめてくれませんか。俺は島津豊久。さっきの話聞かせてもらった。一緒に頑固な大人たちを見返そうな。なんだ急に。俺はお前と共に戦うつもりは。遠慮すんなって。小田原城、若い力で落としてやるんだ。ああ、ダメだ、ダメすぎる。また面倒くさいのが増えた。
まるまで攻め込んだが、こっからが本番じゃ。みんな気抜くなよ。小田原城は難攻不落だ。この意味てめえらの身に教えてやら。我が軍を分断することになるよ。急いで孤立した味方を救い出すんじゃ。大軍ゆえの弱点をついてきたか。さてこの窮地でも自制できるか。新入り、突っ込む戦略を変えていたね。ここは抑えよう。それが最善だ。三の丸の敵を撃ち、城の包囲を崩してやる。任された。
けしているか。それで終わりだ。こっちを引き付けた。あとは外の味方だが。三の丸が必死だ。ご爪を出せ。小田原の方位振り振りといてやろう。息つく暇はあります。本当に引き込んでいる。急ぎぞ、イムジニアラン。よくぞ務めを果たした。さらに励め。ついてこれるか。余興は賑やかな方がいい。あいつ世話を出せる。忍びを打ってテグルワの火を止める。小太郎がかき回している今が抗議だ。ルートミの本陣を重ね。状況だな。最善を尽くしたまでだ。サリンは天下所詮左京よ。ありがとう。これで島津の面目は保てた。秀次様を守って無茶をしたの始末のため。ガキなりに最善を尽くしたということか。だから子供扱いはやめろって。みんなよう耐えた。こっから反撃じゃ。まずは俸禄で本丸を攻撃するで。開門。敵軍を果たす今だ。
俺も続きます。これで終わりだ。
さらに励め。女の子も全力で粉砕かよ。そっか、加減した方が失礼だもんな。開門。ついにここまで来たか。俺と一緒に乱世に葬ってみやがれ。手出してくんなら獅子が極むんで。天下平定、ここに相なった。皆の者、大義決めた。直政は俺の好敵手だ。これからも一緒に頑張れ。待て、好敵手とは互いに認め合った間柄、一方的に呼ばれては迷惑よなあ、新入り。どの口が言うんですか。やるな。あんな働きができるやつ、九州にもそういないぞ。キャンキャンうるさいな。俺はただ徳川のために最善を尽くしているだけだ。俺は島津のため、お前は徳川のため。なんか俺たちって似た者同士だよな。はあ、ダメだ、ダメすぎる。俺にはまだまだ追いついてないぞ、島津。それは、うん、認める。潔すぎだろ。だ
だから俺はこれからお前を目標に頑張る。絶対にお前を超えてやる。島津は諦めないぞ。じゃあな、俺の好敵手。なんだあいつ。寂しいんですか。武家の娘に生まれた以上、主君のために他家へ嫁ぐのは戦国の習いだ。寂しいんですね。